風間さん飛ばしてみる？いや、エンコン。でもちょっと触ればね、すぐ旋回しちゃうから。スロットルは中速で。ミキシングかけてこう両方弾いてみたらどうなんだろう。いや、それも入れてんだけど、あんまり関係なかった。関係ない。うん。ぐっと吹かすとね、あれ、トルクで機体がグラグラしちゃう。タコですわ、ほとんど。結構滑空する。今あと1m50ぐらいあるんですか、幅。2メーターちょっとかな。人乗るやつもこんなもんなんだろうな。こんなもんじゃないですか。もうグラグラだったもん。だって支えがないんだから。プロペラトルクでもうぐにゃぐにゃ曲がっちゃう。だから恐ろしい乗り物ですよね。これはでも、ここでもやってた人いたけど、やっぱ乗る気しないな、これ見たら。独特でしょ。本当に。ちょっと触ったら。これエレベーター入ってる。エレベーターはね、ほとんど、エンコンですわ。でも真ん中以上吹かしたらもう暴れて暴れて、もう宙返りしちゃうもん。もっと重くしたらだいぶ違うんだよ。だいぶ、これね、電池、ほんと半分の重さのやつなの。5000詰めって書いてあるもんね。これ3300だから。もっと重い方がいいんじゃない？もっと重い方がいいかもしんない。風ある時とか。買ってみようかなって一瞬思ったけど。いや、もう売ってないです、これ。売ってなかった？もう売って、一時結構あったよね。いろんな大きさのやつ。もう売ってないですよ。ホビキンでも、ワンロットで終わりか。販売中止。話のためだからな。いや、みんなね、世界中の人のビデオ見たけど、飛ばすのえらい苦労してるみたい。ビタはないか。トルクで機体がグラグラしちゃう。タコですわ、ほとんど。結構滑空する。こんなアポ1m50ぐらいあるんですね、幅。2メーターちょっとかな。人乗るやつもこんなもんなんだろうな。こんなもんじゃないですか。もうグラグラだったもん。だって支えがないんだから。プロペラトルクでもうぐにゃぐにゃ曲がっちゃう。だから恐ろしい乗り物ですよね。
これはでもここでもやってた人いたけど、やっぱ乗る気しないな、これ見たら。なんかありますか？お母さんの電話番号これ貼ってます090-2050。あ、それ違います。違う、はい。まあ、キャンピングカーもね、2、3台いたけど、普通の乗用で車高ネット貼ってるけど、たくさんいるね。ボードはセダンで、どうやってこの中で寝てんだろう。いやー、まあ、フロントは倒してるからね。今あれリアカーをしたらトランクの中まで小さくて、ああ、そういうのだから、おそらくそこに落ちてたらもうみんな泣いてました。Yeah.